こんにちは、エマです。一日一問ディクテーションの時間です。聞き取って書いてください。時間がある人はシャドーイングもしてみてください。では、3回言います。私はイギリス人で、今は中国に住んでいます。英語と日本語は話せますが、 中国語は少ししか話せませまん。中国には5年間住んでいますが来年帰国する予定です次はゆっくり言います。 私はイギリス人で今は中国に住んでいます。英語と日本語は話せますが中国語は少ししか話せません。中国には5年間 住んでいますが、来年、帰国する予定です。最後に字幕を入れて言います。私はイギリス人で、今は中国に住んでいます。英語と日本語は話せますが、中国語は少ししか話せません。 中国には5年間住んでいますが来年帰国する予定ですでは解説の時間ですどうですか聞き取れましたかでは質問ですマイクさんですマイクさんは今どこに住んでいますか答えは 中国です。中国に住んでいます。と言っていましたね。次の質問です。マイクさんは、中国語がペラペラですか答えは、いいえ、ペラペラじゃありません。マイクさんは、中国語は 少ししか話せないと言っていますよね。ですから中国語はペラペラではないですよね。では最後の質問です。マイクさんは来年どこに住む予定ですか答えはイギリスです。マイクさんは 来年帰国する予定だと言っていましたね。帰国というのは国に帰ることです。マイクさんはイギリス人ですからイギリスに帰る予定ということですね。どうですか全部答えられましたか答えられなかった人はもう一度聞いてチャレンジしてみてください。 今日も頑張りましたね。お疲れ様でした。ではまた次のディクテーション一緒に頑張りましょう。またね。さようなら。